ねえクローバー、名古屋城に行きたい。車の中で話しかけた相手とは？ねえクローバー、名古屋駅に行きたい。名古屋駅を検索しました。出てきました。番号で教えてください。1番。おお、もう8分、時間と距離まで出ましたね。簡単です。一瞬でできました。9月に発売された新型カローラの3つのモデルで利用できるのがラインカーナビ。 AI 人工知能の音声アシスタントクローバとトヨタの技術を連携させた無料のカーナビアプリなんです。ねえクローバー、アイドルの曲かけて。音楽再生や家電の操作などもできるといいます。さらに、あ、 LINE が来ました。ねえクローバー、 LINE を読み上げて。メッセージ、ごめん遅れそう。すごい、メッセージを読み上げてくれるんですよね。これなら安全に運転をすることができる、まあ、遅れちゃうとかもうすぐ着くよといったそういった連絡も運転しながらすることができるので、とっても便利ですよね。こうした車と通信がつながることを意味するコネクティッド、これに自動運転、シェアリング、電動化の4つの頭文字を合わせたケースが次世代のモビリティ社会の実現に欠かせないキーワードなんです。我々はコネクティッドの技術を使って安心と安全というものをベースとしながら新しい楽しいドライブを提供できるようなサービスを開発していきたいなと思っております。次回はケースの A、 自動運転の未来とは。